はい、本日はお風呂中にゲージから出したウニちゃんを観察してみようということで、一人暮らしでワンちゃん飼ってるので、私がお風呂に入るときはいつもゲージに入ってもらってるんですけど、最近ゲージから出て待ってもらう練習をしています。その様子をぜひ一緒に観察してみましょう。この日初めてゲージから出てるんですけど、ウニちゃん大混乱です。で、気になるのがカメラめっちゃ意識してるんですよ。ゲージから出されてることも気になりつつ、カメラも気になりつつ、とにかくうろちょろしております。で、バスマットはね、もうぐっちゃぐちゃにすでにされております。飼い主は一人でこう外に出してるのが初めてなので、めっちゃ不安で大丈夫かなって覗くんですけど、こうやって見てみると全然いけてますね。また覗こうとして心配だったんですよ。本当にウニはそんな心配とは裏腹にカメラを見て何をするかと思いきや、おもちゃを持ってきました。おもちゃを持ってどっかに行って、何も持たずに帰ってきて、本当にうろちょろうろちょろしてました。急に寂しくなってきたのか、ドアの前でこうやって座り始めたんですけど、何が可愛いかって、このバスマットからはみ出さないようにしています。地べたとかには座らない、意外と品のある子なんかもしれないです。ちなみに私は全然地べた座れます。今私これ扉にシューって白いのやってるんですけど、これめっちゃいいです。こすらず OK 的なスプレーなんですけど、これ毎日もう振りかけまくってむせております。ウニはずっと壁をカリカリしたり、やっぱり寂しそうにはしてくれてます。まんざらでもございません。皆様はワンちゃんにお留守番とかしてもらうときってゲージなんでしょうか、外に出してるんでしょうか。私さすがにちょっと長いお留守番となると絶対出せないなと思ってて、普段はしないけど、例えばコードかじってしまったりとか、何か絶対良くないことをすると思ってるんですよ。友人の友人の話なんですけど、この洗濯機の下ってちょっと隙間あるじゃないですか、そこにワンちゃんが顔挟まっちゃって抜けなくなってたっていう話を聞いたことがあって、めちゃめちゃ怖いですよね。ペットカメラで名前を呼んでも来ないから、おかしいって思って近所に住んでる家族が様子を見に行って、無事何事もなく引っこ抜いてもらったらしくて、それは良かったんですけど、めっちゃ怖くて、お留守番はまださせる勇気もないです。ちなみにペットカメラは買ったんですけど、お留守番全部ゲージなので、一生同じ角度で寝てるところしか映らなくていらんなと思って今は使ってないです。ただまあお風呂だったり、ちょっとゴミ捨てに行く1分2分だと思うんですけど、それぐらいはわざわざゲージに入れてたらかわいそうかなって思うので、少し練習してみます。どっちが犬にとってストレスなのかわかんないですよね。教えてくれればいいんですけど。犬が教えてくれるで思い出したんですけど、この間父親と話してて、ウニが言葉を話せた方がいいのかどうか論争、皆さんどうですか。話せたら話せたで結構大変やなっていう話をしてて、
おい触んなとかしつこいとかめっちゃ言われる気がしてて怖いです。ワンでワンがちょうどいいかもしれません。そんなこんな言ってましたら海はどっか行ってしまったんですけど、上がる時には急いでこっちに戻ってきてくれました。こういう感じで今でもお風呂の時は待ってもらってるんですけど、まだまだワンワン言ってしまったり落ち着きがなかったりします。必死な顔も可愛い。でも最近少し慣れてきたのか、お扉の前でおとなしく座って待ってる時もあるみたいです。で、上がると謎のねタイムが始まるんですよ。なんの間。これはもしかしたらあるあるなのかなって思うんですけども、こうやってお風呂から出た後はウニがこっちに来て水分補給をされております。こんな感じで練習をしております。あと最近は入浴中扉を開けてこうやってちょっと遊んだりとかもしています。ウニおいで。そんなに焦らなくてもいいんですけども、こんな感じで楽しくやっております。ちなみにこれ同じようにされる方いらっしゃるのかどうかわからないんですけど、注意点があります。靴を出しっぱなしにしない、クローゼットを開けっぱなしにしない、もうこの2つ守ってなかったらお風呂から出た後悲惨な状態になっています。気をつけてください。この次の段階としてはゴミ捨てに行くときに出したまま行くことかなって思ってるので、その様子もね撮れたらいいなって思ってます。ちなみに難易度が低そうなお手洗いなんですけども、こんな感じです。行くなっていうのをね察するんですよ。ちゃんと賢いですよね。からの、もう行かないで行かないでなのか、一緒に入らせてなのか、全然できていません。最近では、すぐやからっていう言葉を言うと、余計にやばいって察するのか、こういう状況になってしまいます。まあ、気長に、これから練習頑張っていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるととっても嬉しいです。またお会いしましょう。